フリードリヒ・アウグスト・フォン・コーゼルは、ドイツザセンセンイ・ザクセン戦帝公領の将軍、白尺。ザクセンとポーランドの統治者、アウグスト教王と、愛称のコーゼル白尺夫人、アンナ・コンスタンティアの間の3番目、最後の非着室氏。王の認知された非着室氏の中では最年少であった。オーストリア継承戦争では1741年のプラハ占領に従軍。 この時の軍港を評価され、ザクセン軍の不評対象及び、このエレン隊長に任じられたが、軍隊生活は性に合わず1746年、早くも軍務を引退する。1746年6月1日、ザクセンの有力政治家で、オーバー・リヒテナウ上手のクリスティアン・ゴットリープ・フォン、ホルツェンドルフ伯爵の娘、フリーデリケ・クリスティアーネと結婚し、マニン5人の子を設けた。 1762年、ドレス電子街地の辞書を購入し、建築家、ユリウス・ハイン・リヒ・シュバルツェに命じて、コーゼル宮殿を建造したが、実際に居住することはなかった。また、母方の祖父母から相続したホルシュタイン地方、デーペナウ荘園にも住まず、ニーガー・シュレージ園地方ザボール荘園で家族と共に、暮らした。彼は、ザボール城をロココ様式に改築した。 息子たちはいずれも生涯未婚だったため、コーゼル伯爵の加盟は1789年に耐えた。ありがとうございます。